はい、始まりました、ザ h ノイジ i z y z もよろしくお願いします。いはい、えー、ということで、えー、今回も私、パッケージごめんなさい、とチャーリー・チャップリンですで <laughs> 今、さーって、なんかすげえ浮かんが走るぐらい、さーって、わかんだフォーエワーですよ。はい、ということですね。あのー、今回は、ザ・ノイジーズ名作劇場としまして、チャレンジングな企画始まりましたんでね。はい、今回は、えっ、ー、と、1940年アメリカ公開の、 チャップリンの独裁者について語っていきたいと思います。はい、よろしくしお願いします。お願いします。まあ、82年だから、えっ、ー、と、今、ウィキで見たら、40年の10月に公開されたから、うん、まあ、ナチスドイツが、えっ、ー、と、ポーランドだっけ、うん、あれをこうやって、勝ち込み行ってから1年後ぐらいに公開なのかな<ー>で、で、まだ40年だから、アメリカは参戦はまだしてないんで、多分ね。 あれ,れチャップリンって、もう追い出された後これ、どうなんだろうね、40年まだやや、まだあれなんじゃないの、アメリカ映画だから、全然まだやってるでしょですよね、まだあの、うん、エドガーに、FBI のあの人に追,、うん、追い出される前ですよね。うん、まあ 一応、もうクラシックな、ね、あの作品で、うん、まあすぐ調べれば出てくるんで、まあ、お話としては明らかにナチス・ドイツを題材にして、うん、まあ独裁者ってタイトル通り、えー、とまりそこで、まあだまあ、これははっきりともこれはもう現実を反映してユダヤ人を迫害する独裁国家の中で、うん、まあそこのマークチャップリンが今回はその独裁者、まあ、ヒトラーですねこちらと,、はい、えとあとはもう一般市民である床屋さんの一人、二役を。 これはもう言葉にするとペラペラで嫌ですけど、まあ、本当にあのまあ自由とか平等ってことに関して、まあ、この独裁国家のことを描きながらそれが一体どれだけ大切なものなのかってことをまあ歌い上げた、まあ、反戦と言いますかこの自由のなんか素晴らしさを訴えたまあ作品としてまあ名作と。 あの、いう形で。まあ、チャップリンの、あの、チャカ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 動くコメディーの中でも、かなりメッセージ性が高い何本かのうちの一本ですね、これね。うん。まあ、本当にあの、これもね、ちょっと配信で、今ちょっと、あの、まあ、あ月額何百円ぐらいとか入っていただければ、ちょっと多分だ誰でも今見れるような、あの、そういうネットの環境があれば見れるような感じですけど、うんうん、まあ、チャップリンの映画も綺麗だね、画質ね。 本当にびっくりするぐらい。今上がってるやつはみんな綺麗になっちゃいましたね、本当にね。僕なんか昔 NHK とかでやってたあれとは運泥の差ですよね、本当に本当に殺人教時代とかね、あの、えっと、なんだっけ、モダンタイムズとか、メッセージ性が強いものなんかあるんだけど、キットとかね、そういう人情ものではもちろん長編でも結構素晴らしいものがあるんだけど、 まあ、独裁者は、まあね、最近あの、スターシップトルーパーズとか、バトルランナーとか、ああいうの見て、うん、なんかちょっと、うん、なんか、笑ってみったけど、今の世界見てると、なんか本当に現実がこっち寄ってきて笑えないよね、みたいな話が結構あるんだけど、<laughs> あの、やっぱ独裁者も見てて、これは本当にあの、途中途中で、コメディみたいな、あの、いつものチャップリンの笑いっていうところで話は進まんなかったけど、まあ本当にあの、 ね、なんか本当にあの人が殴られたりとか暴力を振るわれるシーンなもうコメディタッチで描かれているけどいやーこれ本当にうっすら怖い作品だよね本当独裁者はね本当に直接やってないけどあのー、本当にあの世の中でえっ、ー、とねあのこれはこういう人たちこういうものだから。 もうこの人たちには何やってもいいっていうようなあの流れ、ルール、ルールらしきものができたら、もう人間はどんどんやっていくっていうことに関しては、うん、まあ、あの、その中でも何が正しいかっていうことに関して、私たちはどうしても見極めなきゃいけないんだけど、うん、あのー、まあ、今はこうネットっていうものに関して、まあ、臨時的なものに関してもあるじゃないですか。うんうん、まあ、俺はもう社会正義的なところで、嫌だけど、やらもうそれはもうちょっと、 なんか、あの、もう、リンチじゃないけども、こいつに対して許せないなってことで、なんか、あの、直接的ではないけど、気持ち的に応援するっていうのも、どうしても気持ちであるじゃないですか、人間は。その、うん、そういうことに乗るってことに関しては。うん、ただまあ、やっぱり、それがやっぱりちょっと悪い方向に行くっていうことは、やっぱり、ここ10年 十何年ところでずっと日々見てるわけじゃないですか、私たちなんか。うん、この独裁者の中で、みたいな、ああいう露骨にね、ユダヤ人なんだから、こいつらはもうすぐぶん殴っちまいみたいな、あの財産も募集してもいいし、ぶんな、なんか何したっていいんだっていうような、あの考え方、あのノリ。あの、これはもう新、親衛隊、突撃隊みたいな感じかな、これ、はナチスの。だって、ストームトルーパーって言ってるんじゃないですか、だって。<laughs> なあ、そこらへん、ま、あ本当にあの、えー なんか直接的にね、まあチャップリンがやってるからフライパンでガーンみたいなところで、クラ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 ブなんか、あの、なんか星とスズメが、あの、なんかあれが飛ぶような感じの笑ってる感じでちょこちょこやってるんだけど、なんか本当にアメリカも日本もそうなんだけど、やっぱちょっと見てると、やっぱり人間何も進歩してないし、やっぱ、あのネットが、ネットでさもねスマホがあるから、すごくなんかちょっと進歩してるとか、なんか違うような感じがするけど、 なんか本当に変わらないし、やっぱ人間一回波に乗っちゃうと、あの、反対してても怖くて言えないし、その団体に突撃隊みたいなところにやっぱ属してしまったら、多分俺もやるだろうなっていうところは本当に怖いよね、うん、これはね。あと、最後のところでラジオで、この時はラジオがすごい新発明の、あの、うん、一瞬にして同じ情報をいろんなところに飛ばすって意味で、すごいテクノロジーだったから、最後にやっぱチャップリンが、あの、電波を通して、 自由とか民主主義の素晴らしさを最後大演説をするってところでね、あれがなんか見ててあのなんかちょっと悲しいのは実際ねこれから本当にあの4、5年にわたって大殺戮が世界中で行われるしこの映画の中でもこの先どうなっていくかわかんないってところで全然あの夢か幻かわかんないけどなんかちょっとラジオあの声を聞いたかって言ってなんか大団円風なセリフは言うけど 全然あの、うん、ハッピーには見えないってとこね、この独裁者の最後のところは。だから、うん、あれが今ネットがあるじゃないですか。で、この時はね、ラジオを使ってなんか素晴らしい思想って世界に広げることができるっていうことを言ってんだけど、うん、まあ、悪いことしか伝わらないっていうんだかね、この <laughs>、あの、凄まじい電波、あの、情報の伝達があったとすると、<は>うん。でも、 そのパククさんが言ったね、今ネットのリンチとかいろいろあって、で、それは仕方ない人もっていう話で言ったけど、最後のこの、今、今ですよ、これ、久しぶり何十年ぶりにこれ見直して、最後のチャップリンの、ね、演説聞いたときに、そういうのすべてバカっぽいからやめないに聞こえて、それはもちろん、誰か特定の人種をね、 吊るるるしし上げてて差別したりすすこことともも戦争することもバカだっつっついや、そういう人たちが悪いっつって吊りし上げてみんなでね、こうああじゃねえ、こうじゃねえっていうのも、そういうのも、そんなことしなくていいから、みんな幸せに暮らしましょうよっていうふうに。あだから 分かんないですよ。本人がどう思って、あれを言ったか分かんないけど、うん、そういうことで、だよ要はもう争いなんかやめてみんなで助け合って優しくなればいいじゃないっていう説教じゃないですか、あれって。うん、だからその、暴力振るってる方もされてる方も、その、仕返し、仕返しあったりすることやめようっていう、あれがなんかすごく、 今ですよ俺は見直しを思った、うん、それはすごく思いましたね。あ、そういうそ、俺はもう単純に子供の頃見た時はナチが悪いからっていう、そっちであれを言ってんのかと思ってたけど、床屋、うん、さんがね、いじめられて、あ実際そうやってなった時にって言って、そのナチはすごい悪いから、そういうことや,やっちゃダメなんだっていう意味だと思ってたんですけど、うん、今なんかそのパクヤのその話を聞いて、 まあ、特定の人どうこうっていうのはあっても、まあ、おかしくないよって話を聞いたときにもうだからそういうのも全部含めて一人一人が優しくなればどうにかなるでしょっていうふうにだと特にその最後にその一人一人が思いやり持っていればそんなことにならないでしょって、うん、でそういう世界にしようよっていうあれがねまあそれは。 当時からそんな感じだったのか僕もわかんないですけどまあ実際ねもうドイツのところではねみんな今みたいなところで報道がね、うん、まあ今だったらもう報道感染してまたそろそろで情報入ってこないんだけどまあ実際にね、うん、そういうことを行われてきたわけだからね、うん、まあうんだからなんかこれはまああの当時の人の気持ちにはなれないしただまあ現実問題ってそういうこと起きてるって いうことがね、まあ、もう物理的に本当に絶滅させようっていうことをね、まあ、日本もあんまりそういう偉いそうなことは言えないんだけど、うんうん、で今よりやっぱりちょっと、あのーまあ、今みたいにいろんな情報があればあるほど惑わされるし、逆に結局知識が増えたからといって、昔のシートよりももっといろんな目線で、あこういうところに乗っちゃいけないから。 今この行動、今やる人いっぱいいるけど、そういうことやめちゃ、やめましょうってことが、結局知識があったらあったりできないっていうのがまた人間のような感じがするじゃないですか。うん。実際あの、知らなくて、知らないうちに加担してることはだってあるっていうこともね、なんか目に見えてきたし、なんかね、あ、つい全然自分、その人は悪くないんだけど、何もしないことで加担してるってことも、これはま拡大解釈って言えば拡大解釈なんだけどね、まあ人間そんな万能でもないし。あとまあ、 この時のチャップリンの言ってることは、まあ、やっぱ見てて、あの、なかなか、あの、訴えてることは、俺はもう本当にその言葉通りだと思うしで、まあ、ナチに関係なくね、あの時はもう具体的にナチス・ドイツっていうのがあったと思うけど、念頭にはね、まあそういうひどいことが起きたし、あと、アメリカでもあの当時は戦争にはやらないけど、ナチス・ドイツの怖さとか、全体主義の怖さを訴えかけるエンタメ映画って何本もね、他にも公開されたけど、まあ、 独裁者は本当にその分かりやすさが、これ向こうでヒットしたんだよね、公開当時ね。あの、礼遇されたっていうれ、ね、でで,で,ですよね。ヒットしてんですよね。ねうん、うん。だからなんか、孤尺、まあ、引く人もいると思うんだよ、ね、なんかこういう真正面で見ま,ま,まあ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 ね、だからそこが批判されたとかっていう話じゃなかったでしたっけあの、うん、最後のあれがあんまりにもその、その、 なんすか真正面。的うんですかうん。ものすごい、もう、何にも、もうテクニックももないからね、最後ね。うん。で、しかも別に。だから、あれがちょっとプロ、ポあの、赤あかりじゃないですけど、その、プロパガンダっぽいって言って、だから目つけられたんでしょこの人なんで。すごいわかりやすすぎちゃってね。うん。で、しかも、あの、肝心の物語は、 はっきり言って完結したとは思えない終わりだからね。えー、別にあの、うんうん、ちょっと恋仲になる娘さんが逃げてくんだけど、うん、そっちっちにもナチの手が伸びてきて、じゃあ、それが本当に救われたかどうかもさっぱりわかんない終わりだからね。あの演説をしたところで。うん。で、パーキュね、俺ちょっと歴史があんま詳しく、ヒートラーのことあんま詳しくないからあれなんですけど、あのヒットラーをほら、殺そうとして、あのー、爆殺、いやだ、 爆発させて殺そうとした話っていうのは、この時はもうやった後なんですかあれ、代中だから。あれだよね。あのトム・クルーズやった話それはワルキューレのあの、モデル。だから、はい、今回の話でほら、そうやって、そのね、爆発して殺そうみたいな話になるじゃないですか。あれってもう、この時はもういっ、不渡手側。 もっとなんか、あの、それを、なんか、未遂で終わったのがあったかもしれないけど、まあ、トム・クルーズがやったからもう、がっちり戦争。あいやいやいや、あれはもう歴史もんだから、あれだけど、チャップリンがこれをやった時はもう、やった後なんですかね、これね。それとももう想像であれ書いてる。40年だから、全然まだでしょ。そうですよね。あの、そうそう、そういうこと、そういうことを聞きたかったんですよ。40年はまだ本格的に戦争始まる前だからね。あんまアメリカが入る。そうですよね、そうですよね。 で四十一年から日本がまあ奇襲攻撃やって、うん、そこら辺から本当にドーンと一気に戦、うん、世界戦争になってから例のあのヒトラーの暗殺のあれがある前の話ですで、ね、これウクライも取ってるしそ、ね、うですよねそうですよね。そうですよね おこまあ細かい暗殺計画はあったみたいなのなんかちょっとドキュメンタリーあったけど、なんかね、いろいろとその場、その場で。うん、だ政権取る前にっていうのは、なかなかちょっとなかったと思うけど、うん、まあ,あの個人的なところで、ちょっといやあいつをやっとかないとまずいってあったかもしれないけどね、ただ、まあ政権取ってからはいろんな未遂事件はあったんじゃないのああいうことやった人だし。うん あとね、ねパキさんね、俺ね、久しぶりに見て、チャップ,ャップリンの映画自体、久しぶりに見てね、うん、あのやっぱこの人のやつがあんまり好きじゃなかったって理由がや、やっぱこの人、しつこいですよね、ギャグね。しかし、ごめん、えーとね、しつこいんじゃないんだよ、長いんですよ、やっぱこの人、うん、あの一個一個のセンテンスが。俺、その始まる前に何の気なしに時間見たら、2時間、え この映画って2時間もあったっけって思ったけど、うね、ああ、そっか、この人、一個一個のあれが長いわ。だから、あのね、この長いっていうのが、まあ、好きな人にとってはあれがいいんでしょうけど、俺はね、あの、裸の癌の、あの、しつこい感じ、あれってまさにこれじゃないですか、このしつこい感じ、あの、その、うん、ギャグがってことですよ。あの、チャプリンがる、喜劇の部分がってことですよ。だから、 ちょっと今回見直して、ああ、そうか。やっぱその、編集って大事だよなって、そなんかそ <laughs> まあ、裸の癌の方は意識的だと思うんだよな、<ー>しつこさってな、くど,くどくどくどくでやって、いいだろう、いいだろうって言もういいよって言われるんけど、チ <laughs>、えー、ャプリンは多分自分が持っている、あの、やっぱり映画的なところと舞台的なところで、なんか、んあの、映画的に、 1,2,3で終わらすっていうのは、このシーンの中で1,2,3をやってる感じなんです、ね。そうなんですよね。だから、自然的にう。そうしないと自分の中で終わった感じが、この中のギャグが終わらないっていう。だから映画は実は、シーンでこれで、まず出発になって、中間で混乱があって、ドンってなんか。うんね さっき言って編集でやるんだけど、うん、なんかそこら辺は2時間かかるわね。特にあの、第一大戦のところで、ね、じゃあ台本がぐるぐるするところとか、その後その後降車砲だっていうのもわかるんだけど、ま、あのあたりはちょっと、まあ、あ編集する側だったらちょっと、ちょっと切っていいですか、<laughs> チャップリンさんみたいなね。いや、あと、あの俺、地球儀の風船のシーンが、<laughs> え、こんな長かったっけ割れるまでとかって思って。 あ、そうか、こんなたっぷりやってたっけ、これ、と思って。うん、あれがね、ルパンのギャグやね。あと、あの、髭剃りで照れる、あれ、ね、音楽に合わせて髭剃るとかも、あれやこれ,これ、そうか、俺はもうそれ、後々作られた、編集されたものを見てんだな、とかって思って。とかね、おあの、同じ、それと同じことを俺たちはね、あの、 なんかドリフターズとかであんな100万名見てるわいですか。いや、もだって、<laughs> いや、だって、ほぼほぼ二度見とか、あれ、志村さんの動きはほぼほぼチャップリンっですからね、<laughs> だってね。まあ、俺は、まあちょっとね、そういう少し、なんかそういうことくだらないことを、なんかくどくど考えるのが好きな人間なんで、第一次対戦の後は本当結構、まあな、ちょっと長いけど、まあ飽きずに見れるんだからね、うん。うん。うん、なんから当に、 これがまあ多分1もっと本当に十5年とか20年前だったら多分全般的に多分なんか、うん、まあ別に悪くないけど言ってることもなんかちょっと子供っぽいしなんかあんまりさっき言ったちょっとギャグが長いしなんか古い臭いよねと思ったけど、うんうん、まあやっぱこの年とあと今のこのねあの世界の動き見てると、うん、あまあこういういろんな変動期で人間がちょっとあの いろんな悪い変なことをするっていう緊張感、そのしかも起き、その起きる前の予感、予兆的な怖さっていう意味では。うん、まあ、これはまあ、うん、多分絶対繰り返すでしょみんな、もう今のことが。いや、もう、だって、今、だって、現状だって、あの、まあ、あれ、ムッソリーニでしょう、あ、あの人って、うん、あの太ったおじさん。うん、どっかのよその大統領って。うん、あの,、ね、あのってムッソリーニでしょ、うん、だけど。 どう見たってあれ、今に置き換えたら、プーチンと、あれでしょ、あのトランプみたいなもんじゃないですか、言ってみればですよ。ね、まあ,あと、習近平でもなんでもいいですけど、だけど、うん、そうなった時になんないと、やっぱりこれの怖いところがよく分かんないとか、うん、<れ>そういうのが分かんないっ,っていうのがん,か、ねうん、うん、あのだから、でまして、これはね、そんなことを、まあまあ、この前もなんか、なんかであれでしたけど、 こんなこと起こるわけないじゃんっていうのは、あれですけど、うん、もう実際に起こっちゃうと、ただただ笑えないだけになるから、うん、こういうの本当にね。本当にユダヤ人の人たちが、なんかもう生活権がどんどん奪われるとか、命もね。うん、ん俺は本当ゾッとするよね。うん、一言でいい。うん、彼が一言言ったら、今ユダヤ人はちょっと、ひどいこするのやめようって言ったらやめるし。うんうん、まあ、なちが多分オリンピックの時は多分、あれだよね。あのー、 やらなかったんでね。あのあ<ー>世界のメガネのオリンピックだね。そ,でねでそれで、そ,でね、それが終わって、ね、この辺が、ね、お金をユダヤ人から借りて、それで必要なもん買ったら、言いたらもう邪魔だからやっちまえみたいなことでやる。あとはまあ、ちょっと、本当にあのギャグで処理してるんだけど、 ああのまあ、戦争が終わって1回、それ昏睡状態かなんか記憶喪失だったのか、ああそ,ね、それでああ、ね、あの、まああのまチャップリンがやる国がもう政変が起きて、独裁者がもう支配する国になったとっいうことのところ全く知らないまま、うん、あの、うん、つい戦争からすぐ帰ってきたような感じで、自分のもともとの床屋のところに帰っていって、で埃かぶってるの見たあれなんかあれ なんかすごい時間経ってないかっていうところで、まあ、新、あの、突撃隊、新衛隊のあたりで、こうやってなんかお前はなんだって言って捕まるところ、うん、あそこら辺のところで、最初にね、まあ、チャップリンのその特屋のところに、ね、まあ、マド、木の雨戸みたいなのがハマっ,たってそこにまあ、ユダヤ人って思いっきり書いてあるんだけど、うん、まあ、俺の勝手なあれだけど、やっぱ、それ知らないでこうやって、彼はね、ユダヤ人が迫害されたら知らないから、パカパカってって掃除始めるんだけど、うん、なんか本当にあの、チャップリンがあの、まあ、ヒロインになる、あの、 こういう中になる女の人に間違えて、間違えられてフライパンでガーンってぶん殴られて、ピヨ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 なんかこうやってフラフラしたから歩くと、カメラが横に移動していくと、どんどん街中で、至る所にユダヤ人、ユダヤ人ってれて、なんか本当にあの、意味、なんだろ、うああいう、ちょっと意識朦朧としてるところで悪夢みたいな世界になってるとかどんどんね、なんかあそこ映し出されるところは、あそこは本当に、なんだろ、う なんかもうチャップリンは本当笑える感じでちょっとやってるんだけど、あそこは本当に前も見たけど、うん、今回見たけど、本当に怖かったよね、あそこらんね。なんかうん、いやだから、多分ですけど、パクさん見てないですよね、あれ。あのこの前、ほらアカデミー賞、だからあのえー、とマイティー・ソーの監督が撮ったやつ、えっ、ー、とジョジョ・ラビット、うん、あったね。あ見たけどねあれってまさにこれなんですよ。うん、まんまこれなんですよね、あの映画自体が。うん、だから で、それを不穏に見せてるけど、そういうふうに撮ってないんですよね。子供の遊びみたいに撮ってるから、あれって。余計立ち悪いっちゃ立ち悪いですけど、ただ怖いってことは少なからずわかるんですよね、そこは。だから、あれが、なんかすごい見て思ったのは、なんか、 いや、なんかそれ、まあまあねあの、アメリカの人はこういうの置き換えも好きだよなとかって思って、<laughs> その今の、ジョジョね、それをナチにしてるけど、<ー>ナチにしてるけど、ね、うんだから今のそれ、お前らんとこの国の話してんだろって話じゃないですか、だから、それはね。あジョジョ・ラビットは、うん、まあ、なんかまあ、あ、しっかり作ってると思ったけど、ちょっとまあ、あれは、なんだっけ、あの、あれ、えっ、ー、と、 すごいなぁと思いながら、ちょっとうわぁ、引くわと思ったあの、あれ、絶滅収容所に入って、子供にこれはかくれんぼだからって言っあれなんだっけあれは。ビューティフル、ビューティフル。あれには及ばない感じだったよね。あれね。ジョジョ、ジョジョは申し訳ないけど。フランスの、フランスの人にとってフランスだっけイタリアか、イタリアの人。イタリアの人か。ね あれもちょっと俺はよくできてるけど好きじゃないんですよ。なんかちょっとやりすぎちゃジョジョはさらに洗練されてんだけど、うんうん、なんかちょっと上手すぎて孤尺な感じなんですよ。いやそう。<laughs> ね、もう一個ほら、あの、あれの、ロビン・ウィリアムスがあれのほとんど同じやつ撮ったじゃないですか。あの、聖なる嘘つきでしたっけ<ー>最後子供に戦車見せてあげるからつって言って、殺され、パンって撃たれて殺されちゃうやつ。あれなんかもだから、 まあ、そうやってね、そのコメディにして、見やすくして、本当は怖いんだよっていうのをすごいやろうとするけど、やっぱりどぎついんですよね、チャップリンに比べると、うんあの。言ったところで、やっぱりあの、なんかそ,そっちの方が強いから、なんかすごくね。うん 結局ね。まあ、コントラストを出すために、あえてね、笑えるとか柔らかい感じもね、あの、光の感じも柔らかい感じをやってくれてるんだけど、やっぱそれはね、やっぱチャップリンがもっともっとキーヒーの人っていう明確なキャラクターを打ち出してるから、かこれが誰でもできるわけじゃないし、多分あの、俺がすごい怖いなと思ったシーンも、なんか、やりすぎてやだなっていう人もいらっしゃると思うんだけど、なんか、この持ってき方が強引なん、強引で、 つまんないって言われるのもわかるんだけど、うんうん、なんかそこが本当に本気だなって感じがすんだよね、これやってることに関して、チャップリンがやってることって。で、しかも実際これからひどいこと起きるっていう予感がほん本当になるからね、これから。うんうん、アメリカも本土は別に爆撃も何もされないけど、 もうのすごい数の人が死んで、それで遺族も生まれるわけだからね、これから本当にしばらくしたら。いや、あの後に、うん、あねあ、あんな第二次大戦のあんな激戦がなかったら、ただのほらね、笑い話で済んでましたけど、これ、うん、実際怒っちゃったからね、本当にね、この後に。だから、で、しかもその思ってるよりもっとひどいような感じになったわけでしょ、多分ですけどヨーロッパの方はね、本当に。ね、うん。うん、だから、 まあそれは日本の原爆も含めてそうですけど、だからやっぱり、いざね、その時代にいないから、俺なんかもその空気って分かんないけど、まあ、だけどやっぱこういう映画をやっぱり見てると見てないだと、多分あなんかやばい感じになってきてるなと思えるかどうかは、まあこれは作り物だけど。 うん、まあ、なんか、それはある意味、やっぱ映画のある意味一つのね、まあ、だから映画見ろとは言わないけど、うん、やっぱ、やっぱちょっと先人から、やっぱ、なんか、もうプレゼントだと思うんでね、この感覚っていうのが、なんかや、や、うん、やばくなってきてるなーっていうのがね、ちょっと、なんか人間だうん、うん、だから、で、こういうのがやばいって、こういう雰囲気がやばいっていうのを映画見て分かるって言った時に、これ久しぶりに見た時に、だからって言って、 で、それを一辺倒に悪い悪いっつって、それを吊るし上げてするってこともダメだよっていうのもこの映画の中入ってるから、ちゃんとそこは。俺はそう思ったんですよ。チャップリンのあの最後の演説が、き久しぶりなんかまた繰り返しになっちゃうけど。だから、これは本当に良くないことだけど、これを吊るし上げてどうこう言うこと、そういうふうに人と人が争うことが良くないんだよっていうのが、あ、そうか。 チャップリンってすごいなと思ってだから僕はこれを見直そうと思います <laughs> はいはいですねまあまあそんな感じでねちょっとまあ,、はい、あの別に政治学者でもなければあれ,、はいね、あれなんであれですけどまあまあ <laughs> 何その感がその,その表情はいや今ちょっとイラッとしたん何か本当ねあと <laughs> でやりましょうあとでやりましょう <laughs> もうね。まあ、そんな感じでね。あの、まあ、あの、これは正直言ってバニーはお勧めしません。まあね。独裁者。あの、もう。チャップリンの映画としてって、まあまあそうだし、チャップリンの映画のしてっていうことでしょやっぱりそうそう。あと楽しもうっていう意味ではね。うん。うん。それはちょっと申し訳ないけど、古臭いっていうか、なんかもう、なんかさっき言ったもう、上緒だとか、なんかもう、がっぷり来すぎてもう嫌だっていう人も多分いらっしゃると思うんでね。あの、本当にあの、 後半に行っていきなりテクニックがなくなるんであれわね。うん。うん、これはもう映画のテクニックじゃないものできちゃうんで。うん、まあまあ、それでもね、ちょっとなんか、うん、なんかまあ、私たちが常々の唇な端々に出くるちょっとそういうのって、なんか少し考えなきゃいけないんじゃないかってことに関して少し思う人だったらまあ、で、見てない人とか、あと久しく見てないなーって人はね、独裁者はちょっと今の、この、まあ日本とか世界見てると、まあ、ちょっと見た方が、うん、 いいかなって、気がちょっとしましたでね。ね多分絶対見方、は各々で変わる。からも,も,ちもちろん、もちろん。そうそうそう、いろいろね、うん、あの、その。僕が言ったようなことだけじゃなくて、本当に、多分、久しぶりに見ら、見たら、見たで、多分。あ、一回見た人でもね、本当、多分、全然見、見え方違うと思うんでね。それはね。はい。でも、なんか、感じで。今回ですね。もう、はい、まあたまには。バカまだ、ばか話じゃなくてですね。こうやって、真面目に。語る、ザノイジズもあるんだよ、ということですね。はいはい 今回は独裁者をご紹介しました。はい、ということで、えー、今回ですね、あの、私のチャンネルは、えっ、ー、と、YouTube 界の独裁者を目指して、今1万人目指して、えー、頑張ってますので、<laughs> ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。<laughs> はい。ということで。コメント待ってまーす <laughs> <laughs> ありがとうございます。では皆また <laughs> よろしくお願いします。どうも。<laughs> やんならー。